今まで、質問させていただいた中で、最後ですね、1点、お伺いしてみたいなと、インタビューしていて思ったのが、御社困ってらっしゃったのが、組織変更とかも多くて、Excel のファイルとか構造も複雑になっていったので、ミスもあったりっていうところが、集計時間が膨大になっていったっていうのが課題だったと思うんですけど、ここを改善しよう、ツールを入れようっていうような意思決定に結ばれるのって結構簡単じゃない気がするんですね。っていうのが、やってる方はこんなに大変なのにっていうふうに、多分本社部門とか経営企画の方って思われるんですけど、営業部の方とかはそういう作業をしたことがないので、どれほど大変だとか負荷が高いとかいうのってなかなか分かりづらくて、結果的にその Excel のこの業務を変えようっていうふうに、そこに投資しよう、ツールを入れようってなるのって、別にその日本限らず結構こう分かれるんですね。って言った時に何を質問したいかっていうと、御社はそこの意思決定が結構早かったように思うんですよ。なので、そこを改善することの理解が早かったと思うんですね。それは何でなのかっていうのをちょっと伺いたいなと思っていて、背景としては成田様みたいにその会計をやられてたっていうか、ああいうのもあるかもしれないんですけど、その辺、御社がその意思決定が早かった要因とか、文化とか、思い当たることってありますか？まず大きいところが、具体的にそのトライアルさせていただいていて、使用感であったりとか、どういったことがこのシステムを導入することによって実現できるのかっていったところを、事前に、試すことができたので、であれば導入すれば、今作業している人の、労働時間が何時間削れてっていったところを、イメージしやすかった。で、その削れる時間が分かれば、それに紐づくコストっていったところもはっきりと出てきますので、じゃあそこのコストと、導入に必要な、毎年の運用コストの比較っていったところを定量的に行えたっていうのは一つ大きなところだったのかなと思っています。なるほど。採用の時に実際試せて、効率化のイメージができて、投資対効果も測れたのが即決だった理由だってことですかね。そうですね。で、あとは、弊社やっぱりその IT 企業でベンチャーでっていうところもあって、組織文化としても、効率化を図れるとか、より生産性を高くできるっていうようなことに対しては、積極的に投資しようっていうような組織文化がありますので、そういう意味で言うと、トライアルして効率化ができると分かった、からじゃあ導入しようまでの、この意思決定のプロセスは、他の、企業様、歴史のある企業様とかよりも、比較的動きやすかったのかなというようなところは、私自身感じるところです。そうですね。何をお伺いしたかったかっていうと、やっぱりその現場への KPI 管理、例えばその売上が計画に対して商談数、アタック数と成約率でこういくよねっていうところまで検討しようとか、事業部のもっと組織としてこう、なんていうんでしょう、ツリー状の下の階層というか、まで展開しようっていうふうな、要するに現場にももっと展開するともっと効率的だって思うっていうことは、やっぱり展開したいとか、事業部にも、一定の理解を得られると思ってらっしゃるところが、なんでしょう、こう、意思決定として早いなっていうか、事業部側のご理解がないと、しようと思っててもなかなか時間がかかるっていう企業もいる中で、そこが結構特徴的だなと思ったので、何かこう取り組まれてる、注視してる文化とか、その会計への理解っていうとちょっとこう硬いイメージなんですけど、そういうのが御社はこう意思が、すごい、意思決定が早いなというか、理解が多分高いんじゃないかな、じゃないとこう今後の展開でこういうキーワード出てこないなと思ったので、その辺を伺えればなと思ったんですけど。ケースを全員、常々言っているところなんですけれども。